どうも、谷口です。今回はですね、事務所にね、たくさんある、昔着てたレーシングスーツ、これをですね、ちょっと、ほじくり返してですね、見てみようかなと思います。たくさんあるんですよ。ざっとね、これぐらいあります。長年僕とね汗水垂らして一緒に戦ってきたレーシングスーツたちですが、この辺をね、今日ちょっとね、見ながら、思い出にふけてみたいかなと思うわけです。じゃーん、じゃーん。松本清アスパルドリンク RX7 に乗ってた頃の、浜さんとこの RX7 ですね、乗ってた頃のスーツです。僕がね、 GT デビューはこの浜さんのところから始まったので、とても思い入れのあるスーツですね。これ見て、珍しい5次元のスーツです。これはね、まだね、僕がね、広島から出てきて間もない頃にですね、まだ全然走り屋兄ちゃんってレースなんかやってない頃ですね、1999年か98年かそこら辺だと思うんですけど、十勝20時間っていうレースですね、出たんですよ。タレントのヒロミさんと同じチームで出たんですね、5次元の、チームで。懐かしいな、これ。2006年にですね、ディレクシブというね、チーム乗ったんですよ。その時のスーツですね。幻のディレクシブ。途中でチームがなくなっちゃいました。そして、その、ディレクシブが、チームが途中、鈴鹿選挙でね、終わりなくなり、その後、これね、真っ白いスーツで、ワンレースだけ、オートポリスだったかな？スポンサーなしでね、走ったの。これまたレアな、珍しいスーツですね。で、その後に、この、アネブル、ね、アネブルっていうね、スポンサーがつきまして、残りのレース出ることができたと。2006年3着スーツがあるんですね、これね。これはまた珍しいな。これね、プロジェクトミューのね、レーシングスーツです。これもね、スポットでスーパー耐久にね、出たんですよ。その時に、着たスーツですね。確かね、スゴ1回、トカチ1回とかだったかな。こんな感じのスーツです。そうだね、ほぼ見たことないと思いますね。懐かしい。もっと前だな、これ。スイフトのね、スイフトさんが、メインで作ったレーシングスーツ。ね。後ろにはね、このね、NOB キャラクターが描かれております。ペトロナス。ペトロナススーツ。これね。これね、スーパー耐久の、クラスっていうね、
あのペトロナスチームで2008、9、10、11、12、13年まで6年間在籍したんですけど、6年連続チャンピオンを取りました。そのね、その時のスーツですね、ペトロナススーツ、懐かしいな。もう同じくベトロナススーツね、ベトロナススーツ。はい、これアドバンススーツね。その頃はね、調子乗ってましたね。オリドさんと2人で組んでですね、2005年とかにね、2005年に、ポルシェでチャンピオン、一緒にオルデさんとチャンピオン取ったその頃のスーツですね。懐かしい。これはね、アメリカにね、ちょっとドリフトシーン何回か行ったんですよ。D1 とは別にアリスト作ってね、その時のスーツだね。懐かしいね。これ見て、珍しいそのセパレートタイプ、これね、上下別でね、パンツの方とそのね上の方と。レースは出れませんけど、まあイベントとかではね、こんな方が便利だっていうところだったり、まあちょっとなんとなくこういうの流行らそうとしたんだよね。これ、このスーツね、わかる人はなかなかすごいですけど、H ケースの CT230R っていうね、つくばの、その当時のコースレコードを出したランサーがいるんですけども、それ乗った時このスーツだったはず。うん。これでこうやって、やったーってこうやってやったと思うよ。と同じく、もう一個はセパレートタイプね。これね、なかなかアメリカンな感じのね、やつでしょ。これはなんかイメージはね、ドリフトパフォーマンスするときに、飛行機の上にこう、立ってね、アクロバットする人、わかります？なんかあんなイメージですね、なんか。GT でね、アマさんとこに戻って走った頃、2009年、10年、多分これ2010年だろうな。ムティアラモーター、マレーシアのね、ムティアラモーターズがスポンサーでね、戦ってました。惜しくもチャンピオン取れませんでしたが、かなりね、毎年チャンピオン争いの一角にいました。これ何使ったの？綺麗じゃん、めちゃくちゃ。何使ったっけ？イベント用かな？めっちゃ綺麗。このシルバーのとこも全然いたんじゃない？これバリバリまだ使えるよ。まあ、これはイベント取材用スーツですね。まあ、数々の取材やイベントを着てた。だいぶもう色あせておりますね。ご苦労様です。いつも俺を守ってくれてありがとうですね。これも、イベント取材用ですね。ね、いつのでしょうね、多分 4,5 年前かな。いよいよグッドスマイルレーシングでね、BM 乗った時だね。これ何なんだろうな、2012年かな。2012年の、初音ミクチームのスーツですね。同じくグッドスマイルレーシング BMW 2014年。2014年ってことは BMW Z4 でチャンピオン取った
スーツですね。2011、14、17がチャンピオンを取ったので、その時のチャンピオンスーツですね、これ。2015年、グッドスマイルレーシング、ここはね、BMW から AMG に変わりました。2015年の時のスーツですね。グッドスマイルレーシングのスーツ。これは AMG。2016年のスーツです。真っ黒です。よいしょ。このグッドスマイルレーシング。なんせね、グッドスマイルレーシング2011年から、今、ずっといるんで、それな一番長くいるんでね、たくさんありますよね。これ、2017年、あ、チャンピオンスーツじゃないですか。2017年チャンピオンスーツ。これ、2011年のスーツはないね。あげちゃったんだよ、だいぶね、チャンピオンスーツ。欲しいっていう方にね、まあ、チャリティーで、お譲りして、そのお金、集まったお金で、今こんなご時世ですから、マスクなり、消毒液なりを買ったりとかして、どっかの医療機関とかにね、寄付するとか、それができたらいいんじゃないかな、なんて気がします。チャリティーですから、できればね、せっかくの僕のこの、スーツたちを、有効に使いたいってことで、5万円以上でね、欲しいって言ってくれるとありがたいですね。その中で、同じスーツが、これが欲しいって重なったりしたら、値段が高い方の人にお譲りしたらどうかなって思うんですけれども、一つ断っておきますが、そのお金が僕が、懐にしまうことはないです。ちゃんと、何かしら今このご時世に役立つことに使いたいと思います。というわけでですね、今日はね、ステイホームもありますし、古いスーツをほじくり返してみました。もしよかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。